はい、今回のテーマです。今回はオービックですね。株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移なんですけれども、まあ、上場した時がですね、まあ、IT バブルに重なる時期に上場して、まあ、翌年ですね、2000年 IT バブル崩壊で一回大きく株価が下落したということですよね。まあ、そこから長期的に見ると、まあ、株価は右肩上がり傾向で推移してきたということになります。はい、これまでの経緯としては、会社が設立されたのが1968年ですね。で、上場したのが1998年ということで、まあ、上場当時、現在の発行済み株式総数で考えると729円の価値で始まっているということです。はい、で、まあ、参考までに、まあ、2009年ですね、2008年がリーマンショックだったので、まあ翌年ですね、リーマンショックの翌年2009年の株価は1514円だったということです。はい、で、上場来高値に関しては2020年ですね、24,110 円を記録しています。はい、そして、まあ、参考までに昨年2021年12月末の終値が21,600円ということで、2009年と2021年という12年間を見ると14倍に株価が上昇した銘柄になっているということです。はい、では今回の基準ですね、今回は1月12日15時の終値、ね、18,350円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということですけれども、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、1週間ですね、急に急落しているということで、まあ、この期間でですね、まあ、オービックという企業側に何かですね、まあ、株価急落になるような、まあ、原因というのは、まあ、見当たらないということで、まあ、あくまでも株式市場での、まあ、株に対しての需要と供給、需給での、まあ、急落というふうに、まあ、見ています。はい、まあ、かなり勢いが強いので、ね、今後も下落が続く可能性が高いというふうに見ています。はい、では長期ですね、1年以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、まあ、改めてオービックという企業についての学びを深めていきたいと思います。はい、オービックということで、独立系 SI、まあ、システムインテグレーター、まあ、システム開発会社ということですね。まあ、主軸の ERP が、まあ、中小中堅から大企業向けに拡大ということで、まあ、ERP というのは企業の経営資源の最適化計画というふうに、まあ、日本語で訳されているんですけれども、まあ、企業の経営資源ですね、人物金時間情報っていうのを、まあ、できるだけですね、まあ、効率よく使う、その計画を立てるための、まあ、支援、システムですよね、まあ、を作って納品してサポートするということですね。で、まあ、無借金経営、持ち分にということで、まあ、持ち分適用会社ということで、まあ、持ち分適用会社っていうのは、持ち株比率が 20% から 50% の範囲内の企業を持ち分適用会社というふうに言ってるわけですけれども、まあ、持ち分適用会社に OBC という OBIC ビジネスコンサルティングがですね、まあ、上場企業として、あるということですよね。要するに上場企業であるオービックビジネスコンサルティングをの株をですね、まあ 33% ぐらい保有しているということです。で、まあ、ものすごく端的に分かりやすさだけを追求して書くならば、まあ、会計システムの提供会社というのが一番分かりやすい説明かなというふうに考えています。はい、ということで、まあ、会計システムということで、まあ、OBIC7 というシステム製品ですね。まあ、経営の要となる会計情報を一元管理、まあ、現場の業務改善から予算統制、意思決定支援、内部統制強化、IFRS ですね、まあ、国際会計基準対応まで、まあ、強固な経営基盤を支え続けますということで、まあ、例えば、まあ、経理担当者とか、もしくは税理士、公認会計士、または監査役ですよね。まあ、こういった方々の業務をですね、より効率化する、それを支援するようなシステムというのをですね、提供していて、この会計から派生して、例えば人事とか、そういったのもですね、広げていったと、要するにシステムで対応できるように広げていったということです。はい、では以降ですね、OBIC の主要指標を確認していきたいと思います。はい、時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で 1.8 兆円の企業ですと。で、PER ですね、プライス・アーニング・レーシオ、株価収益率ですね、分子が株価、分母が一株当たりの当期純利益ということで、一株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、43.5 倍になっているということです。目安 16.6 って考えた場合は、2.6 倍ですね。割高という言い方もできますし、株式市場が OBIC の今後に期待しているという言い方もできると思います。
はい、PBR ですね、プライスブックバリューレーション、株価純資産倍率ということで、まあ、分子が株価、分母が1株当たりの純資産ということで、まあ、1株当たりの純資産に対して何倍の株価になっているかということで、まあ、6.1 倍ですね。まあ、目安 1.25 と考えた場合は約 4.8 倍、まあ、こちらも割高という言い方もできますし、まあ、それだけ株式市場がオービック1株にまあ価値を評価しているという言い方もできると思います。はい、で営業利益率 57.3 ということで、まあ、目安 7.2 というふうに見た場合は、まあ、7.9 倍ということで、まあ、利益率はものすごく高い数字が出ているということですね。はい、で生産性2346万円、従業員1人当たりの営業利益ということで、まあ、こちらは目安300万円とした場合は約 7.8 倍ですね、まあ、生産性は高いということです。はい、そして ROE ですね、リターンオンイクイティ、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本ということで、まあ、自己資本をですね、どれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでいるかという、まあ、資金の効率性ですね、まあ、お金の使い方の上手さを表す指標ということになります。投資家にとっては、まあ、これは、まあ、一つの考え方としては利回りに当たるというふうに考えていいと思います。まあ、要するにオービックは1年で、まあ、14.2% 企業価値を向上させたというふうに見ることもできる数字になっています。まあ、目安 10.6 って考えた場合は約 1.3 倍ですね、まあ、資金効率がいい、まあ、お金の使い方が上手という数字になっているということです。はい、ということで、まあ、営業利益率、生産性ですね、あと ROE 自己資本利益率などの、まあ、数字が、まあ、軒並み高いオービックということで、では、まあ、今後はどうなりそうなのかということですよね。まあ、今後の株価を予想するっていうのは今後の、オービックを予想するということになるわけですけども、まあ、今後はどうなりそうなのかっていうことですが、まあ、結論から言うと、まあ、株式市場の想定内での安定成長というふうに、今回は結論付けています。まあ、その理由なんですけども、企業自体がもう維持することによる守りに入っているということですね。まあ、要するに、まあ、成長のピークはもう過ぎているというふうに、まあ、分析しています。成長の、まあ、速度で、まあ、急成長っていうのではなくて、もう成長そのものは、まあ、ピークが過ぎて、まあ、どちらかって言ったら、まあ、安定成長ですよね。まあ、だから企業としては成長企業というよりはもう成熟企業に入っているということです。はい、まあ、その理由としてはまず ROE ですね、リターンオンイクイティ自己資本利益率がまあ横ばいというのが続いているということです。まあ、今ご覧いただいている画面で言えば青ですね、青の、折れ線グラフっていうのが ROE を示してるんですけど、まあ、見ていただければ分かるように、まあ、綺麗に横ばいということですよね。もうなんか測ったように横ばいっていうのが続いているということです。それはまあ単なる偶然ではなくて、企業そのものがもう維持に努力しているということですよね。 ROE10% 維持に努力というふうに、まあ、明らかに企業自体がもう明言しています。自己資本利益率 10% 以上を一つの目標とし、まあ、すでに達成してるんですよ。自己資本利益率っていうのは 14% ぐらいなので、まあ、すでに達成してるんですけど、その達成してる 10% 以上っていうのを一つの目標とし、それを維持継続できるよう努めておりますというふうにもはっきり明言しているということですね、オービック自身が。はい、で、まあ、実際数字で見たときに、まあ、営業利益は毎年毎年出てるんですね。営業利益は額として見た場合は毎年毎年出てますし、まあ、金額も大きくなってるということです。だから安定成長してるんですけど、利益率ですね、率で見た場合は低下傾向と、額で見たら増えてるんですけど、率で見たら低下傾向ということで、まあ、例えば2018年度3月期決算の営業利益率っていうのはプラスですね、昨年に比べてプラス 16.1 でしたと。で、次は17.4 でしたと。で、次の年はプラス14でしたと。で、次の年は 11.2 で、まあ、今期の予想としては昨年に比べて営業利益はプラス 8.2% の予定ということになりますので、まあ、なんかどん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 ですね、まあ、率として伸びていってるという感じではないということです。額が増えているので、安定成長しているのは確かなんですけれども、率で見たときはもう低下しているということですよね。だから、まあ、成長率で見た場合に、まあ、ピークは過ぎているという、分析をしています。はい、で、まあ、企業として、まあ、テーマこそですね、まあ、DX デジタルトランスフォーメーションという、まあ、新しい標語、まあ、スローガンは掲げているんですよね。まあ、DX に、まあ、支援しますと、まあ、要するに顧客企業の DX 化に、まあ、を支援していきますということで、まあ、言葉こそ新しい標語スローガンを掲げてはいるんですけれども、まあ、企業体質はもうすでに成熟しているというふうに、まあ、今回は分析しています。
はい、そしてまあ商品そのものですよね、まあ、例えばその会計情報システムとかっていう、まあ、その商品そのものはまあ特段強いものとは言えないということですよね。そう、オービックでなければ提供できないとか、ものすごい顧客に対して高い付加価値があるとか、まあ、そういう商品、そういうシステムを提供しているわけじゃないということですよね。もし商品そのものが特段強ければ、まあ、企業体質が仮に成熟して守りに入っていたとしても、商品そのものが強ければ、まあ、どん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 商品の方が売れていくっていうことも、まあ、考えられるんですけど、商品そのものは特段強いものではないというふうに見てます。はい、顧客への提供付加価値が格段に高いわけではないというということですよね。まあ、はっきり言って会計システムっていうのはそんなに顧客企業の利益に貢献しないんですよね。なんでかって言ったら、どれほどすごいシステムを作っても最終的には同じような、例えば財務諸表、損益計算書とか貸借対照表とか、っていうのが、まあ、できてくるわけですよ。まあ、使うシステムが違ったら別のものができてくるっていうんだったら別ですけど、基本的には最終的には、まあ、同じものができてくるわけですよね。まあ、当たり前です、ね、法律で決まってる要件に従って作っていくものですから、ね、使うシステムが違ったら別のものができたら逆に困りますよね。だからどんな、すごいシステムだったとしても最終的には、まあ、例えば損益計算書とか貸借対照表とかキャッシュフロー計算書とか、もしくは資金繰り表とか、っていうのが、まあ、最終的にはできてくるということですよね。ってなると、まあ、はっきり言って顧客企業からすると、まあ、今まで持ってたものを、まあ、より効率よくですね、まあ、要するに時間短縮みたいな感じで、まあ、作れるという、まあ、ことなわけですよ、一言で言うと。ってなると、まあ、顧客企業が、まあ、大きくその利益を増やすという、ことではないということですよね。どっちかって言ったら、まあ、その例えば経理担当者とか、まあ、財務担当者とか、もしくはその税理士公認会計士、もしくは監査役の、まあ、今までやってた仕事業務の、まあ、時間短縮効率化につながるっていうぐらいということです。だから、まあ、付加価値がそんなに格段に高い目的で作られている商品ではない、システムでもないということですよね。で、まあ、そしてその会計ソフトとか会計システムっていうのは、まあ、いっぱい出てるわけですよ。うん、いっぱい出てる。だから、まあ、他社では類似品を作れないほど、まあね、そのオービックの情報システムっていう、会計システムっていうのが、まあ、特段独自性があるっていうものでもないということですよね。だから、商品が、まあ、あまりにも強いので、だからどん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 ですね、まあ、要するに経営陣の予測以上、もしくは株式市場の予測以上に、まあ、大きく売れていくっていうことは、まあ、はっきり言って期待するのは難しいということです。はい、なので、まあ、今後で、まあ、予想されることとしては、まあ、定番ですよね。まあ、結局こう生産性がどんどん上がってるのはもう結局こうある程度、出来上がったシステムっていうこと、そして、まあ、オービックっていう企業自身にも、まあね、もう長年、約60年ぐらいやってる企業ということで、すごくこう信用がある、わけですよね。でオービック7っていう商品自体にもある程度、まあ認知度と信用があるわけです。でもシステム開発の大まかな大きいところでのシステム開発っていうのはもうすでに終わってるわけですよね。だからまあ定番商品をどんどん売ってるんで、だからまあ生産性が高いということになるわけですけれども、まあ、定番オービック7をまあ提案営業によって販売するということですよね。まあ、だから企業自体に信用があるし、オービック7っていう商品システム自体に信用があるんで、まあ、比較的やっぱり売れやすいということですよね。で、それでまあシステム納品後のサポートで安定収益を得るということです。で、まあ、オービックはもうひたすら現預金が溜まってる企業なので、まあ、流動資産のね、もう 90% 以上、まあ、95% 以上はもう現預金という財務体質になってますけれども、まあ、はっきり言ってもお金がね、どん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 溜まっていって、まあ、有効な投資っていうのは特に行ってないということで、まあ、結局まあ現預金はどんどん溜まっていってると、まあ、それをまあ配当でまあ還元するというのがまあ、ね、今までも行われていたし今後も予想されるということです。はい、よって、まあ、株式市場の予測を大きく上回るような成長っていうのを期待するのは、まあ、難しいということですよね。だから株式市場がオービックってこれぐらいの業績で成長していくっていうふうに予測していて、それを大きく上回って、いや、こんなに成長したんだっていうことになれば、株価っていうのも大きく上がっていくわけですけども、まあ、予測の範囲内だったら、まあ、正直株価の上昇っていうのも予測の範囲内になるということですね。まあ、株式市場の想定内での安定成長っていうのが、まあ、今後も続く可能性が高いと。ゆえに、まあ、オービックの株価は、まあ、横ばいの可能性が高いということですよね。まあ、PER から見ても、まあ、まあ十分、株式市場では、まあ、評価されている数字なので、まあ、競合他社ですよね、まあ、SI システムインテグレーターシステム開発会社って何社かありますけど、 NTT データとか野村総研とか、もしくは、まあ、近年勢いがある、ですね、ベーカレントとかありますけれども、まあ、そういった企業の PER と比べてももう40倍っていうのはかなり高い評価になっているので、まあ、それ以上どん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 上がって
がっていくっていうのは、まあ、ちょっと考えづらいということですよね。もう十分評価されてるんで、まあ、この近辺で、まあ、横ばいが続くんではないかというふうに考えています。はい、以上株価予想をまとめると、まあ、短期に関しては下落傾向ということで、まあ、オービックっていう企業自身に何かあったっていうよりは、まあ、単純に株式市場での需給の関係だというふうに思います。はい、勢いが強いので、まあ、下落が続く可能性が高いということですね。で、株式市場の、まあ、長期に関しては株式市場の想定内での安定成長ということで、まあ、横ばいの可能性が高いということです。はい、故に短期的には下落、長期的には横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回のテーマ、オービック株価予想ということなんですけども、まあ、18,350円がですね、まあ、今回は 19,980円を予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。